郡山市で育ち、戦後のパリなどで活躍した画家土橋淳の企画展が郡山市立美術館で始まりました。土橋淳は郡山市湖南町で少年時代を過ごし、第二次世界大戦後のパリで前衛芸術運動に加わりました。叙情的な抽象画はヨーロッパでも高い評価を得ています。晩年も湖南で過ごした土橋の業績を多くの人に知ってもらおうと、没後初めての企画展が開かれました。裏磐梯やヨーロッパで人気を博した火の誕生など、およそ100点が展示され、変化していく画風も楽しめます。とても洒落た感じがして、そして力強くて素敵だと思いました。土橋淳展は来月22日まで郡山市立美術館で開かれています。